ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14シーズナルイベント新聖祭2020第2回をやっていきたいと思います。前回壊されたガラス絵の修理が終わったところからですね、お友達の方が問題が残っております。飾りましたね。あ、よかった。どうにか修復できたな。手伝ってくれて本当にありがとう。今回の一件で思い出したんだ。何年か前にアスティンが仕入れた綺麗なグラスをうっかり割っちまったことがあってさ。その時の俺はまだガキで稼ぎもなかったもんだから、駆け出しの美術商として頑張るあいつを手助けしたくてな。それで商品の運搬を手伝うつもりが木箱ごと落として、あのグラスは相当の値打ちのものだったと思う。でもあいつ俺のことを責めたりはしなかったんだ。むしろ怪我はしなかったかって心配までしてくれてさ。あの子たちのこと怒れなかったのもそんな経験があったからなんだ。なあ、最後にもう一つ頼んでもいいか。やっぱり俺アスティンに作品を見てほしいんだ。誰かを責め立てるよりも優しく手を差し伸べることを思い出してもらいたい。さっきの様子だと俺が誘っても来ないだろうって諦めてたけど、第三者であるお兄さんが仲介してくれたら、もしかしたら。どうかアスティンに声をかけてもらえないか。いいよ、引き受けてくれてありがとうな。すごく個人的なことに巻き込んで本当に申し訳ない。今の時間は商談でクイックサンドにいると思うから、このチラシをアスティに渡してくれ。よろしく頼むよ。まあとはいえクイックサンドもそばですね。みんな同じルートで行ってる気がするな。さてアスティンさん、お前はベンと一緒にいたやつか。あいつの手伝いをしてくれているのだろう。世話になっている。兄貴分として礼を言わせてくれ。それでわざわざ私のところまで来てどうかしたのか。チラシです。これは、ああ、催し物のことはもちろん知っている。女王陛下の演説を題材にしたあいつの作品のこともな。だがなぜ冒険者を雇ってまで私にそれを見せようとする。なるほど、意図は理解した。しかし、もっと自分が頼りになれば、と言っていたのか？確かに、ベンの稼ぎは当てにしていないが。別に、頼りにならないと思っているわけではないぞ。ベンには素晴らしい芸術の才もあるからな。お前も、あいつの作品は見ただろう？だが、彫金師として芸術で身を立てようとすれば、自分の思いではなく、客の意思で作品作りをすることになる。そんな束縛にとらわれず、あいつには自由に才能を発揮してほしい。ベンの稼ぎを当てにしていないのはそれが理由だ。私の稼ぎだけで余裕があるくらいにしておきたい。まあお前に弁明してもしようのないことだがな。この催し物は見に行かないつもりでいた。
ベンが高利貸しである私の関係者だと知れれば、嫌がらせをするバカが現れるかもしれんかな。ただわざわざお前をよこしてくるぐらいだ。よほど私に来させたいのだろう。少し考えさせてくれ。アスティンさんめっちゃいい人じゃん。そうよね。正直ね、あの金貸す人は別にいいと思うんだよ。あの最初から利子の金額をちゃんと提示しているんなら、それはもう借りた人の責任ではないでしょうか。たとえトイチだったとしてもねって思っちゃうんだけどね、私は。最初からきちんと提示してあればね。というわけで、ジャペンティアさん、あ、おかえり。アスティンには会えたか。そっか、とりあえずは来てくれることを信じるしかないな。そろそろ催し物が始まる時間だから、お兄さんもよかったら一緒に見ていってくれよ。では始めよう。第七例祭の到来を前に、不安と混乱に陥る都の家中、民のすさむ心を鎮め奮い立たせんとする女王の姿があった。これは女王陛下と七人のララフェルの物語。異邦の詩人のシーカ、すごかったな。みんな演説のことを思い出してくれたみたいだし、少しでもウルダハの雰囲気が良くなるといいな。あ、アスティン、来てくれてありがとうな。ベンが言わんとしていることはよくわかった。倒れた者の財を奪うのではなく、助けを起こして共に財を築くことを考えよか。今の私は財を築いているのではなく、奪っているも同然。そしていつか奪われる側になってしまうかもしれない。考え直さねばならないようだな。アスティン、思い出してくれてよかったよ。それにさ、今では俺だって多少は稼いでるんだから、お前がそんなに無茶して稼がなくったって。それに関しては少し話が別だ。稼げるうちに稼いでおきたいという気持ちは変わらない。それとお前には稼ぐことよりも人の心に訴えかける作品作りに専念してほしいと思っている。安心しろ、高利貸しは廃業する。その代わり本業の美術賞として お前の作品を商うとしよう。お前は心のままに素晴らしいガラス絵を描いてくれたらいい。俺のガラス絵を取り扱ってくれるのか。共に財を築くことを考えよう。そうだろ、ベン。ああ、もちろんだ。まずは手始めにこのガラス絵を量産してやるさ。こんなに嬉しいこと他にないよな。見てほしいやつに見てもらえて腕も認めてくれてさ。へへ、これからは俺の腕を少しは頼りにしてくれよな。お兄さん、本当にありがとう。手伝ってくれたおかげでいろいろなことがいい方向に進みそうだよ。そうだ、異邦の詩人から伝言があったんだ。お兄さんと話したいってさ。せっかくなら有名人の彼から渡してもらおうと思って、お礼の品を預けてあるから受け取ってほしい。
ルビーロード国際市場の奥にいるから声をかけてみてくれよ。いつも思う、このね、ルビーロードがさ、天井の布がルビー色じゃないからね、なんかいつもあれここでよかったっけってなる。サファイア色なんだよね。裁縫の詩人さんですね。いや、来てくれて嬉しいよ。ガラス絵の修復を手伝ってくれたと聞いてね、僕からもお礼を言わせてもらいたかったんだ。あのガラス絵は僕も気に入っていてね、修理に協力をしてくれた君へのお礼として僕から詩を一つ送らせてほしい。ようこそ、光の戦士。少々驚かせてしまったかな。ここは写し絵とは異なる世界。目にしているものはすべて君の夢や幻かもしれないし、そうじゃないかもしれない。冒険者である君に再び会うことができてとても嬉しいよ。この世界で旅を続けてくれて本当にありがとう。世界には本当にいろいろな人がいて、いろいろな考えがある。多くの世界を見てきた君は、そんな実感がより強いかもしれないね。歴史とは過去のもの、そんな風に感じていたものだけれど、世界を見ていると、まさにその歴史の中に自分は生きていると実感せずにはいられない。世界が新生してから7年もの歳月が経った。衛星ダダガブが地上に迫るあの光景も歴史として人々の記憶から消えてゆくに違いない。でもそれで良いのだと思う。覚えておくべきは悲劇ではなく、そこから何を学びどう歩んできたのかということなんだから。世界はまだまだ続き、これからも君の冒険にはたくさんの困難が待ち受けているだろう。それと同時に多くの希望もね。大切なのは話し合い、助け合ってほんの少しでも今より良い世界を考えること。ちっぽけな僕たちにできることはそれくらいだろう。冒険者を続けてくれてありがとう。僕たちも歩みを止めず頑張っていくよ。君たちと共に手に手を取ってね。さて、
忙しい君をあまり引き止めるのもものじゃないな。この幻想もそろそろしまいとしよう。ひとときの夢から覚める頃合いだ。僕たちはいつでも君の活躍を見守っている。光の戦士よ、君の旅路に幸を多からんことを。あれ、違法の詩人さん、最初から名前出てたっけ？ふふ、僕のシーカが心地よかったかい？どうやら夢でも見ているようだったけど、君の表情から察するに、きっといい出会いがあったのだろう。気に入ってもらえたのなら、せっかくの機会だ。よければもう一つ、僕の詩を聞いてくれるかい？神聖の旅路、あまたの攻防を描きて、来たるは核変の時、蒼天の白日、あまたの欺瞞を暴きて、来たるは雪解けの時、グレンの荒野、あまたに戦に火種くすぶり、来たるは黄昏の時、漆黒の大海、あまたの思いとたゆたい、今はただ夜明けの時を待つ。今もなお戦場に立つ者にとってよって人々の営みは守られているけれど、営みを維持するのは守られている人々の役目。どちらが欠けても故郷は守れない。遠い地の同胞を思い、近しい隣人には優しさを、女王陛下の演説を今一度胸に刻んで、みんなで手を取り合い、より良い明日を迎えたいものだね。終わりましたね。ミニオンとガラス絵をいただけますね。コンプリート。問題はガラス絵は、てかガラス絵っていうか、調度品はね、どうしようかな。ありがとう、7周年。というわけで、宿屋までワープかなですね。というわけで、ちょっと宿屋までワープしてミニオンを見ていきたいと。宿屋じゃなくてもいいか。この辺でいいか。ミニオンもらったやつ、所持品に入ってるかな。ん？あ、これか。マメットアルバート、アルバートを模した魔法人形。分かれよ。え、どなた使う。じゃあミニオンリスト出しますかね。光の戦士にして闇の戦士たるアルバートを模した魔法人形、第一世界を救うために戦い続けた彼の偉業を決して忘れないために作られた。その思いは魂を託された者によって確かに継がれていくことだろう。どれ。お、このような。
撫でる。反応はない。餌をあげる。誰か、こんな感じの子ですね。マメット・アルバートさんでした。というわけで、新制裁2020ご覧いただきありがとうございました。ではまた他の配信でお会いしましょう。失礼します。